はいどうもリアルバキショーです。さあ今日はですね、朝から仕事で東京に行ってきます。それでは行きましょう。ということでね、東京に着きました。そしてこれからですね、バスでね、一応渋谷まで行くんですけど、まあちょっとどうやって行くかわからんね。まあちょっととりあえず券は買ったから頑張って行きます。到着しました。ベルサール渋谷です。人がいっぱいいますね。トレーニングウェア着た人がいるから間違いなくここ間違わずに来れたよ、ちゃんと。はい、今日はこちらニュートリミスクルさんのブースで立たせていただきます。もう人がね、すでにごった返してますね。大変僕大丈夫かな、さばけるかな、これ。これは何キロですか？25キロです。マジっすか？これ25キロ。米でしか見たことないっすねすごい。南蛮つってもね、結構ちょっと食べてしまったからね、ちょっと汚いっすよね久しぶりのチキン南蛮で超美味しいです。もう今日はもうチートデーで、またダイエット明日から。バランスやべえな。あ、どうも原さん、こんにちは。こんにちは、南蛮です。お久しぶりですね。お久しぶりです。ちなみに次会うのは原さん。はい。
おそらく10月13です、ね、ですよね。のヨリンピアで、ヨリンピアで、はい、同じステージに立つということで、いや結構嫌ですね。結構嫌っすね。まあでもお互いベストを尽くしましょう。はい、いい戦いできるように、はい、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。結構だいたい静まった感じですね。本当ね、大盛況で大変でしたよ。もうぼちぼち終わりかけという空気ですね。5時ぐらいですね。どうですか。はい、はい、ちょうどね、エイトさんに会ったんで、エイトさん、脇脇いつも絞られるじゃないですか。だから絞る秘訣って何かありますか。絞る秘訣、はい、気合い。食事とかどうですか。食事は、でも僕結構添加物とかも気にしない。あ、そうなんですか。はい、あ、週で取ってるタンパク質は何ですか。タンパク質ですか。週は鶏むね肉。あ、まあ、基本的に買わないです。あ、もう変わんないです。普通に、あ、最近、はい、業務スーパーのティラピアよく食べます。ティラピアいいですね。なるほど。あ、ティラピアと鶏肉と気合いでございます。気合い、あ、でも気合いが一番。あ、気合いが一番。了解しました。ちょっと僕もね、気合いを入れていきますんで。あとはよく休む。あ、なるほど。あ、休むのが大事なの。トレーニング週3の日もあります。週3の日もあります。ちょっと僕も休み考えようかな。そんな感じです。した方が絞れます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、たまたまですね、スカケンさん見つけたんですよ。見てください、このサイズ。伝わるかな、これ。めちゃめちゃでかいですよ。僕ね、大胸筋が弱点って言われてるんですよ。はい、あのスカケンさん、日本一の大胸筋って言われてるじゃないですか。はい、どうやったらこの大胸筋つくんですか。大胸筋がでかくなるは、はい、なるコツは、はい、女性とデートする。あの、僕、既婚者ですけど、どうしたりするんですか。奥さんを大事にする。あ、なるほどね。僕、妻を大事にした、ね。はい、あやっぱりそうやってテストステロン上げることが一番大事です。なるほど、ね、妻を大事にするとテストステロンが上がると。はい、そうです。なんかいろいろ妻に怒られそうだな。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、仕事を終えてね、ちょっとお目当ての店があるので、まあ、それをね、食べるために六本木まで来ています。さあ、それが何かというとね、僕のお気に入りの起業家の木下まりあちゃんがやってるカフェミルキーグリークですね。これ腸活専門のヨーグルトカフェみたいなとこですね。ここにやってきました。これをね、食べたかった。見てください、ヨーグルトと旬のフルーツ、そしてブラックコーヒー、あとはね、蜂蜜とメープルがついてますね。これを食べましょう。あちー、いや、ホテル着きましたよ。めっちゃね、山の上だった。暑いね。はい、毎回恒例のホテルの部屋チェックをしていきましょう。まずね、玄関入ったらめっちゃ珍しいですよ。冷蔵庫なんですよね。ただ冷蔵庫めっちゃでかいね、これ。これポイント高いよ。いつも何も入らないからね。そして水があって、ポットなんかがあって、なんか氷の匂いもあるのか。いいね、いいね。そしてここは、あ、はい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 、あれですね、ウォークインクローゼット。
まあ歩いて入ることないんだけどね。そして部屋はこういう風になってます。まあ荷物置いてんだけどもうね。でテレビ結構でかいのがあって、でベッドはでかいのが一つドーンって感じで、まああとはね脇にちょっとしたものがあります。ライトとかね。あとどうでしょうか。僕もよく見えるよ。鏡はそこそこ大きいね。あとねトイレがあって、お風呂からの、ちょっと待ってよ。あ、お風呂ね。はいはいはい、いい感じじゃないですか。はい、ホテルに着いて夕食を食べようと思ったら、まずねホテルが山の上で降りられない。で周り何もない。でホテルの中にたくさんレストランあるんですけど、もう夜10時近いから全部閉まってたってことで、なんとねセブンイレブンがねホテルについててコンビニ食です。まさかの豪勢に食ってやろうと思ったら、まずこのカニカマのサラダでしょ。で砂肝のニンニク炒めでしょ。あーやべやべ、こぼれたこぼれた。であとは皮ごと食べられるブドウ、僕のこれがささやかななんかあれです、贅沢、これを食べます。悲しいな。なんとねちょっと簡単なトレーニングルームがねこのホテルにはあるんで、ちょっと夕食後30分ぐらい経ったから軽くね有酸素運動なんかをしていきます。まずはね簡単にバランスボールでの腹筋、これ結構ね効くんですよ。しっかりとお腹を突き伸ばしてそこが縮めています。これをね20回から30回やって5セットぐらいです。これかなりね運動量が多いからいいですよ。バカにね、次はエアロバイクですね。こんな感じです。結構 YouTube とかね見ながらできる感じですね。いいですね。まあゆるゆると30分から1時間くらいかけますか。まあ、ちょっと疲れてきたらやめる感じで今日は終了にしたいと思います。はい、ということでこんな感じで、まあ、東京プロでの仕事の一日が終了しました。まあ、長崎から東京に行ってすぐに仕事してっていう結構ね忙しい一日だったんですけど、すごくね充実して楽しくて、あとねやっぱりいろんな方にたくさんの人に声をかけていただいて写真を撮ったのは結構楽しかったですね。うん、ということで明日はねまた撮影なんで早く寝たいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さあじゃあね、以上です。I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon.